皆さん、こんにちは。マクトガン京店銀座店担当の、白玉です。本日ご紹介いたしますメガネがこちら。これが、プニアレアイウェアっていうメガネですね。それの、型番が、エストロッソ、395の V の229っていうモデルです。このプニアレっていう名前の意味が、短剣、短い剣の、ダガ、英語で言うダガですね。から来ています、こちら。の、イタリア語読みですね。これかっこいいですよね。で、このプニアレアイウェアなんですけども、去年、2019年の IOFT というメガネの総合仕入れ会ですね。その時、誠社長と私2人で参加しまして、何かちょっと見たことない、面白いメガネブランドないかなということで探してたところ、このブランドを見つけました。すごいっすね。ここまでもうババババッとこう、穴が開きまくってる。かなりパンチングされてるってことですね。で、パンチが効いてるパンチング。で、しかもこれ、もうガタガタなんですよ。これもハンドメイドなので、右と左が絶妙に違うように、こう、ガタガタに作られてるんですね。こう、とっても時間がかかってますよね。そしてシートメタル構造なので、ここが、正面がほんと薄くプレスされて、その薄いところにレンズがこう挟み込んである感じです。で、これもノーズパッド付きなので、これで調整がある程度きます。純正の鼻パッド、ここにメガネみたいなデザインが入ってます。こちらのサイズですね。レンズの縦が 38mm なので結構ありますね、ラウンドタイプ。38mm なので遠近両用、中近両用も入ります。レンズ横幅、これ 41mm なのでちょっとちっちゃいですね。ちょっとというか結構ちっちゃいですね。で、鼻幅これが 24mm、 少し外寄りですね。で、このテンプル、ここが 140mm なので長めです。で、これ全部のフレームの重みが 32g なので結構ずっしりくるんですけども、この後ろの方に重みがくるおかげで眼鏡がずれづらい。そんな感じですね。こう、こんな感じですね。もう一度かけてみましょう。ギラッギラですね。ここに、ピンクとグリーンがメッキというか吹き付けですかね。職人さんの手によって作られてる感じです。結構攻め攻めですね。いや、攻め攻めでかっこいいです、こんな。最近日本のブランドでこういうのあんまり少ないですよね。マサヒロ丸山ぐらいですかね、こんだけ面白いのは。こんな感じです。ちょっと遠ざかってみるとわからない。スチームパンク感が結構出てますね。これが、新品で当店仕入れまして58,500円。58,500円です。このプニアレアイウェアなんですけど、まだ日本では当店しか仕入れてないはずですね。こちら銀座店に1店ありますので、ぜひお試しください。こちらもホームページでも販売してますので、こちら、かけてみるとめっちゃ楽しいですよ。で、こちら、この動画見ていただいて面白いなって思っていただけましたら、ぜひともグッドボタンを、あとチャンネル登録もしていただけましたら、とっても嬉しいです。それではどうもありがとうございました。